高校生がそば作りの技術を競う全国高校生そば打ち大会が大田市内で開かれました。この大会はそば打ちに取り組んでいる高校生に成果を発表する機会を与えるとともに人材育成に貢献しようと大田市にある日本そば文化学院が毎年開いているものです。5回目の今年は全国各地から8校が参加し、 個人戦と団体戦で競われました。三人一組で競技する団体戦には。県内の安中総合、大泉、それに伊勢崎紅葉を含む。十二チームが出場しました。競技では、そば粉八百グラムと小麦粉二百グラムの。二八そば一キロを四十分間で打ち。調理場の片付けまで行います。 審査員は日本そば文化学院の学長ら3人が務め粉をこね、伸ばし切るまでの技術やグループでの連携などを審査します参加した生徒は日頃の練習の成果を発揮し協力し合いながら丁寧にそばを打っていましたなお大会の結果団体戦は長野吉田高校の戸隠文校 A チーム 個人戦は福井県慶新高校の細川穂のあさんがそれぞれ優勝しました。なお県勢では大泉高校が団体戦の関東賞を受賞しました。